釣れない釣れない、本当に釣れないおじさんになってます。何のことかっていうと、私のライブ配信、釣れないおじさんチャンネルでのライブ配信で、4月丸ほげ、5月生後1匹、そんなわけで下に来たら釣れるんじゃないかなと思って、もう本当そんな安易な考えで秋田やってきました。遠征ロケ釣れるでしょう。今まで連勝続きですよ。で、今回のこの秋田、どんな釣りになるのか非常に楽しみなんですが、太平洋側とは違う干満差がかなり小さな地域、海域です。いつもやってる釣りが通用するのか、期待で胸が躍ります。釣ってやります。はい、さあ今からポイントに向かってます。男鹿半島です。少し早い時間に来ました。全く右も左も分かんないポイント、どんな感じなんだろう、楽しみ。あ、大丈夫大丈夫。この立ち位置っていうのは、ショアラインに入ってるテトラの、こう、張り出し、その張り出しのあたりに、まあ、流れ、潮が当たって、こう、何かしら変化がある場所ということで、第一投目のポイント、ここに選びました。というわけで、初っ端のルアーはこちら。あ、今、ポッキー100、グリーンボラで。よいしょ、第一投目。なんでこんな飛ばないんだ。めっちゃ、そんなに水が澄んでるわけじゃないね。なんかおそらくはその田んぼからの白柿の濁り、これがいい方に作用するのか悪い方に作用するのかわかんないけど、そんなにこう流れの効果が期待できる、海域じゃないので、このね、まずめ時っていうのは大事にしたいですよね。プランクトンが表層に浮いて、でベイトフィッシュがそれに釣られてレンジが上がり、で海面に魚を、ベイトフィッシュを追い詰めやすい、その状況下でシーバスの活性も上がる、もう単純な言うまずめ効果ですよね。まずめ効果、水深自体はしっかりあるんだけど、あんまレンジ入れちゃうと、ね、海藻引っ掛けちゃうんで、うわ、もうあんまりレンジを入れないでシンキングペンシュ、よいちの80。なんかね、俺がいつもやってる肝付きのあたりは干満差が2メートル50とか結構あるんですよね。で、この秋田のこのエリアは今だいたい20センチぐらい、干満差20センチぐらい、どれぐらい流れないかっていうと、実調開始してから今30分ぐらいなんだけど、竹が浮いてんだけど、それが微動だにしないこんなことって俺の地元ではないんだけど、まあ本当新鮮ですよねこれその中からいかに絞り出すかもうなかなかね、難しいけどゲーム性が高い。今時刻が午後の7時、光量あるタイミングで狙ってみたんだけど、ちょっと反応がないですね。一旦ブレイクして、夜の試合に備えたいと。
はい、移動してきました。磯ですね。岬の先端に来てます。で、一番潮通しのいい場所で、その流れにつく魚っていうのをとりあえずやっていきます。しょっぱな、もうどこでも使うルアーだけど、コモモ SF125 カウンターで、ドラグは強めに設定して、もう足元から水深があるような感じだから、藻があったとしてもそんなに擦るとかっていうことはないような気がする。あ、これだわこれだ。おっと、コツっていう感触。いや、わかんない。バイトだったのかどうかわかんない。ここは結構メバルがいるらしいんですよね。だからメバルの反応だったっていうのもないわけじゃないのかもしれない。はい、今日はもうこれでちょっと、やめましょうか。なんつうかこれアウェイの洗礼的なやつですね結局一回もバイト拾えなかったです。これはちょっとゲームプランを、よくよく考えなきゃいけないですね。まあ初日、残念な結果でしたが、プランの練り直し、はい、帰ってゆっくり休みます。早朝から大移動です。っていうのが、秋田県の調教がちょっといまいち期待したほどじゃないんですよね。本当はね、デイゲームで、雄物川河川内のゲームっていうのも魅力的だなって思ったんだけど、田植えシーズンに突入してましたね、秋田県も。その白柿の濁りっていうのがね、あんまりいいようには作用しない。で、夕べ入った磯とかも白柿の濁りが入ってるみたいで、で、期待の薄い中、秋田県で頑張るよりは高速道路で、ね、一路、宮城県に今向かってるところです。割と魚影が濃くって、波があろうがなかろうが、割と魚が上がってるみたいなので、ちょっと大移動して宮城の魚にチャレンジします。波がそこそこあって、なんか雰囲気があるよね。鳥が結構飛んでる、期待が持てるんじゃないでしょうか。ちょっとね、楽しみ、行きましょう。はい、とりあえず状況が分かりません。なんとなくこんな感じかなっていうのはあるんだけど、だけどとりあえず浅いレンジから、はい、シャローランナーで。ヒラだったらここで食う、ヒラだったらここで食う。そうですね、なんかセオリーとして今回のターゲットは丸スズキ、いわゆる磯から狙う磯丸なわけなんだけど、ヒラスズキだったら波が寄せるタイミングやっぱりしっかり見て、で、さらしが立つタイミングにそのさらしの中をルアーを通すっていうのがセオリーです。だけどね、この丸スズキにおいてこう自分が重視しているのは、そのさらしももちろんある、さらしもあるけれども、流れ、その流れっていう要素を自分は磯丸、丸スズキの場合には非常に重視してます。なので今こうね、もう沖に瀬があるでしょ、で水道ができてる、でここで流れが合わさるような感じになっている場所が沖にあるんですよね。でそれをめがけて流れの釣りを展開しようと思って投げたところです。左からの波と
で軽く右から来るような波があって、でそれが合わさって水面に泡がすごいできてる。さらにレンジを入れてみます。125ミリの、ディープランナー。ただ流れはやっぱり変化が起きるはずなんで、それも意識して。さっきまで気にならなかった流れ藻がそこの潮目にべったり入ってる。ちょっとなんか状況が変わってきてる証拠ですよね。揚げの押しがかなり効いてきてる。よし来た。よし。しゃあ。ただ今ね潮位が結構高い状態で、あまり早く寄せすぎるとこの流れ藻の餌食なんで、流れ藻じゃない、瀬際の餌食になるんで、ちょっと落ち着かせて。よっしゃ、乗ったか、乗ったか。よし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 、よし。よっしゃ。よっしゃ、乗ったー。いやー、やったやったしか出ないよね。もう本当開始早々から揚げのパワーが結構増してきてて、かなりね水がラフです、流れがラフです。その中で、押しね、押しが入って揚げが入ってきてる状況。だん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 本田湾のこう流れ藻が手前に寄ってきて、これって状況の変化が訪れてるよね。それは分かった。だけどヒットするかどうか確信はなかったよね。だけど、ね。信じて投げ続けた。こんなのが、あの、ラフウォーターから飛び出した。感無量やった。あんまり不用意に近づくと。よっしゃ。おー、帰ってた。たまらんね、シーバスフィッシング、たまらん。はい、じゃあ大会行きまーす。ねえ、ファイトした直後だから、いきなりフルキャストじゃなくラインの食い込みを確認して。はい、ね、今回セレクトしたロッド、フィッシュマンブリストベンダーバール 101M です。ロッドの選択肢はね、実は他にもありました。マリノの106っていう選択肢が磯だからね、もちろんそれ俺考えたんだけど、なんで101を選んだかっていうと、いつも使い慣れてるっていうことで、使い慣れてる上でパワー的に磯丸だったらいける自信があったんだよね。それに加えてもうね、このローカルの手だれ中の手だれのアングラーが打ってるポイント、それを割と雑な、大味な操作でやろうと思っても厳しいかなと思って、で、吸い込みを良くしてルアーの操作性を良くして、で波打ち際での攻防でもこのベンダーのソフトなベリーがうまーく魚をいなしてくれる、そういう予感があったんですよね。
で、ラフウォーターでのランディング、もちろんパワーは十分足りていたけれども、そのベリーからバットにかけての柔軟ないなし、これがね今回のキャッチにつなげてくれたと思います。やった、めっちゃ遠い、魚の反応するところがめっちゃ遠い。手前では一発もバイト拾ってない。だからもうキャンセルしよう。ここはもうキャンセル。おそらく沖の離れ瀬の間を抜ける潮だ。来た、よっしゃ、よし、焦んな焦んな焦んな、焦らないよ。波が来るもんね。左に回りたいけれども、そっち行く。よし、よし、はいはい、海面の上昇が激しいので、ドラグドラグドラグ、そこにいるね、そこにいるね、右に来い。かかりあんま良くないな、かかりがあんまり良くない。魚はもう割とグロッキーだと思うんだけど、よし、まだ早かったか、よっしゃー、うおー、よっしゃ、うおー、やった、わー、最高、はあ、素晴らしい、いぶし銀、いい魚、もう鈴木釣りやってきてよかった、もう本当素直にそう思います。奥まで来ましたよ。もう今こうやってね、パンツまで濡れるぐらい水に浸かってるけど、海水が冷てー、こんな冷たい水の中でこんな元気に出てくれる。もう水がぬるい鹿児島と違って、この冷たい潮の中で鍛えられた、激流の中で鍛えられた魚、パワフルなハイと手こずらせてくれました。だけど、結果釣り上げて最高、ほんと最高、やった。まあね、フルキャスト、本当にフルキャスト、力の限り投げた先でのヒットでした。寄せるのに、まあ、ね、距離があったし、うねりもあったし、どこでランディングしようかすごく悩んだんだけれども、ね、ロッドのパワーを生かして、タイミングを見て、波に合わせて、磯の上に釣り上げることができました。際どいファイトだった。ほっとしてます。関東に今向かってます。風裏、釣りがしやすい場所を探してってことなんだけど、ちょっとこの雨は早く止んでほしいな。あいにくの雨だけど、風はないからまだ魚釣りはしやすいっすよね。じゃあまずめ時からナイトゲーム開始していきます。とりあえずはアピール高めで探っていきます。初っ端ルアーはフローティングミノーで、比較的ワイドリップでアクションが派手なものをチョイスしてます。
はい、現在時刻は7時です、そろそろもうまずめ時終了っていう感じですね。ずいぶんもう空が藍色になってきました。現在状況は、まあ、バイトはないような感じです。ただエントリーしてきた最初の方で、藻にねイワシがついてるのはなんとなく見えました。だからこう藻際っていうのが一つのテーマになってくると思います。でこの地合いがどのぐらいにあるのかっていうのは分かんないけど、ひとまずプライムの、まずめは逃しました。ナイトゲーム今からまだチャンスがあることを期待して頑張っていきます。フローティングミノー、はい、スケの110円、まだ藻が見えるから大丈夫。よし。よし。ここら辺はもう走らしちゃって大丈夫なはず。大丈夫、大丈夫、大丈夫。よし。ああ、ずれた。マジかよ。悪いサイズじゃなかったよね今の。はあ、失敗したな。まあ、気を取り直してなんとなく分かってきたんで、はい、頑張っていきます。はい、じゃあ気を取り直して再開。今のヒットはすげえ流れがないフィールドなので、ミノをゆっくり引いててもアピールが得られないと思って、今やってるようにズクッズクッズクッっていう感じでちっちゃくトゥイッチを入れて誘うっていう釣り方をしてたんですよね。そしたらトゥイッチの合間ポーズの瞬間にスコッって魚が持ってきました。会心の一発だったんだけど、おそらくはね、こう、ファイトの途中で、藻に絡まれるようなことがあって、こう、ね、フッキングポイント、穴が広がっちゃったとかっていう、それが原因でのバラシだと思うんですよね。ここに海藻がある。こういうのに絡んじゃったんだよね。割と、強引にもう手前に寄せちゃった方がいいのかな。悪くないサイズだった。よし、来た。よし。さっきよりサイズはないけど、大事に。ああ、絡んだか、やっとして。いや、違う。フッキングポイントが変わったんだ、これ。フッキングポイントが変わっちゃったけど、間違いなく食ってきた魚。サイズは可愛いけど、
僕が入れさせてくんない。よし取った。当たる。このパターンでいいんだ。掴んだ。ちゃんと食ってきた魚です。途中で、フッキングポイントは変わっちゃったけど、はい、サイズは相対したことないけど、うん、秋田ファーストフィッシュね、魚影が濃い濃いっていう中で、まあ残念ながら今回はちょっとシーズンの谷間っていうか早いっていうか、リバーは開幕しない、サーフもまだ盛り上がらない、そういう中でこの岩盤エリアに入らせていただいて、でね、まあ水深はあるんだけれども、こう普通にこう新編でもミノーでも巻いてたらうまくね、釣りにくいんですよね。要は釣りにくいんですよ。藻に絡んじゃって、で巻くのをやめて、新編とかミノーを巻くのをやめて、フローティングミノーをねズクズクって感じで、こう衝突位置ですよね。で水面付近をゆっくり通す釣りです。お腹ぷくぷく、かわいい。はい、ありがとう、かわいい元気元気、楽しませてくれました。で掴んだって思ったパターンを検証できるね、貴重な魚でした。よし、もう僕が繋いでる必要ないね。はい、帰って、ありがとう。今回は東北の日本海側秋田県と太平洋側宮城県での釣りでした。東北の釣りをね本当満喫できたわけなんだけど、まずは秋田県、雪代の影響が長く残る中に田んぼからの白柿の濁り水が混じるという、あんまり良くない状況ではあったんだけれども、まあ、極めてね干満差が小さい、海域でショートトゥイッチとステイでなんとかね藻場から飛び出すシーバス、念願のシーバスに出会うことができました。一方宮城県、本当はねがっつり2本立てで用意してたんだけど、直前に波が高いということでキャンセルの予定だったんだけれども、なんとかなるかもねということで、急遽行ってみました。秋田県のデイゲームがちょっと不調ということで宮城行ってきたわけなんですが、太平洋側のうねりのある状況、ラフウォーターの中から磯丸2本なんとか絞り出しました。だけどね秋田での釣り本調子ではなかったんですよね。でね、東北随一と言われるその魚影の濃さ、コンディションの良さというのを7月のリバーシーバスかな、秋のサーフかな、またねぜひチャレンジして、もう釣り吉三平の生まれたね、県なのでうひょーという感じで楽しめたらなというふうに思ってます。また来ます。